東方寺子屋の時間だ。今日は何について話すの？今日は五曜属性の考察についてだな。属性がなんとなくわかりそうなキャラを紹介していくぜ。原作設定で五曜思想に基づいた属性が判明しているキャラがいたわね。今回は原作設定を根拠にした考察ということね。そういうことだな。じゃあまず簡単にだが、五曜属性の復習だ。確か五曜思想をベースに火、水、木、金、土の異属性があるってやつよね。そうだな。東方の原作では、この五曜思想をベースにしてキャラの属性を決めているぜ。確かマリサが水属性で私が木属性だったかしら？そうだな。ここでポイントなのが表面的なキャラの特性で属性を判別するのは安易だってことだ。確かにマリサは見た目なら火属性よね。例えばフランとかオレイバテインから火属性って判別するのも安易ってことかしら？じゃあどうやって考察していくの？五曜思想ってのは奥が深くてな。五属性に対応した要素ってのがあるんだ。例えば木属性は東を表していたり、十二支でネズミは水属性を表していたりな。ああ、なるほど。種族での判別は考察として成り立ってそうね。他には？あとは私が霊夢に負けがちなのは水属性が木属性と相性が悪いとかそういったところも考察材料にしていくぜ。なるほど相性ね。あとは原作のセリフから考察していくしかないな。何かこうじゃないか？って考えがあればぜひコメント欄に残してほしいぜ。じゃあ解説お願いするわ。右下に五曜属性の相性図を出しておくわね。青の矢印は対象の属性を補助して、赤は対象の属性に打ち勝つわ。よし、じゃあまず切るのだな。氷を使うから水属性なんじゃない？いや、多分切るのは火属性だと思うぜ。表面だけで判断しにくいってやつだと思うぜ。なんで火属性なの？一番大きな根拠が天空章の季節担当についてだな。あったわねそんなの。五曜には維持といって属性ごとに対応した季節が存在するぜ。木は春、火は夏、金は秋、水は冬だ。土は季節の境目だ。すると天空章で夏を担当した散るのは火ってことね。でもこの装備って本当に本人の属性に対応したものなの？まあ、確定とは言わないがな。少なくとも公式設定で木属性の霊夢は春、水属性の私は冬担当になってるぜ。あ、確かにそうね。そう考えると維持を参考に季節のキャラを考えた可能性は高そうね。ということで散るのは火属性だ。妖精大戦争で水属性の私と戦ったがそもそも相性が悪かったな。その理論だと私は散るのと相性が悪いのだけれど。相性では覆らない絶対的な実力差ってのはあるもんだ。マリサと私みたいに実力差がそんなにない？場合はこの相性差が勝敗を分ける要素になりそうね。ああ、降臨も言ってたな。勝負は大体霊夢の方に部があるのだが、マリサも負けてはいないって。このセリフを見る限り五曜属性の相性差ってのは、勝負を決める大きな要因にはならないって感じね。まあ、属性で全部決まるのはなえるからな。そもそもスペルカードルールの勝負なら美しさを競う遊びだからな。話がそれたわね。二人目行きましょ。了解だ。次はアヤだな。さっきの話の流れからすると秋を担当してたのがアヤだからってことかしら？その通りだな。それに当てはめるとアヤは金属性ってことになるな。アヤが金属性ってなんかしっくりこないわね。能力的には風を操る能力でしょ？金属性って感じがしないわ。確かにその通りだな。ちなみに風は五曜と八卦を対応させたものによると木属性を示しているぜ。個人的には木の方がしっくりくるわ。でも天空章の装備もアヤだけずれてるのもちょっと違和感あるしねー。まあ、考察だからな。視聴者の感覚に合わせるってことだ。風を操る能力もアヤの自己申告だから本質は違うのかもしれないぜ。あ、じゃあハタテとかメグムみたいに同じ天狗は種族的に金属性の可能性が高いってこと？種族だけ見るなら天狗は火属性の要素が大きいな。ゴムシって言って羽を持つ生き物、つまり主に鳥類は火属性に分類されるぜ。ああ、火属性といえばスザクよね。指針のイメージがわかりやすいな。あとは天狗といえば顔が赤いだろ。
赤は5色の考え方だと非属性の色だ。それを言うと私は非属性と白は金属性だな。まああくまで要素だから全部それに引っ張られるわけじゃないぜ。天狗の要素的に非属性が多いってだけだな。なるほど。逆に全部五陽思想に当てはまるようにキャラができてたら自由が利かなくなっちゃうもんね。また話がそれたが、綾は金属性の可能性が高くて、時点で金属性ってとこだな。よし、じゃあ次はレテだ。あ、わかったわ。季節ネタが続いているからさすがにね。冬はマリサと同じ属性だから水属性かしら？そういうことだな。季節を象徴している妖怪はわかりやすくて助かるぜ。これで本質は実は違うとかってなったら少し困るけどね。レテは冬以外は日の当たらないところで隠れて過ごしているし、まさに冬を象徴する妖怪だろ。雪女だし。冬の間は幸せとか言ってたわね。まあ水属性でしょ。他にも季節を象徴するキャラってのがいたわね。秋姉妹か？そうそう芋の神様よ。紅葉と豊穣の神な。あいつらも秋以外だとテンションがだだ下がりするから。秋が適性だろうな。ということは金属性かしら？そういうことになるな。秋姉妹みたいなキャラは考察材料が少ないからこの一点で決め打ちするしかないな。あとはもう一つ、降臨の名は体を表すってやつだ。ああ、確かに水属性のマリサやリンノスケさんは霧雨や長雨って字がついてるものね。秋って直球でついてたら金属性になるんだろうな。確かにそうね。他にも名前がヒントになるキャラっていないかしら。あ、スイカとか？スイカはスイカじゃなくてスイカだ。そうだな、モミジなんてどうだ？ああ、確かにモミジは、名は体を表すのだとしたら秋だから金属性ってことになるわね。武器も刀だしな。公式設定で金属製の昨夜や妖夢とも合致するぜ。結構判断材料が増えてきたわね。じゃあさっき出てきたスイカは、どの属性なのかしら？スイカかスイカは多分だが金属製だな。さっきから金属製ばっかね。なんでスイカは金属製なの？もしかしたら金属製って可能性もあるからとりあえず考察材料を聞いてくれ。了解よ。まず金属性の要素なんだが、スイカといえば鬼だよな。まあそうね。何？鬼に金棒だから金属性ってこと？まあそれもあるんだが、鬼の弱点で有名なものが節分の豆まきだ。ああ、確かにそうね。節分の豆まきってのは言った豆を使うよな。そういえばなんで言った豆を使うのかしら？まず豆ってのは御用の五穀で言うと水属性に当たるぜ。あと、豆は硬いものという意味では金属性を表すぜ。スイカ菌ね。あら？じゃあ水属性に弱い非属性か、金属性に弱い木属性になるんじゃないの？ただここで言う豆は魔を滅するで豆つ豆になった説があってな。その後いるのが重要と考えるものがあるぜ。なんでいるの？一つは芽が出ると縁起が悪いから、あとは金け金属性を打ち払うために非属性を加えるって考え方もあるぜ。なるほど。非属性を付与した豆を投げるから、鬼のスイカは非属性に弱い金属性ってことね。一般的に鬼は御用で金属性とする説が多いっていう身も蓋もない考えもあるがな。今までの話は何だったのよ。まあ、なんで鬼が金属性なのかって根拠だ。じゃあ、金属性の可能性になる根拠は？鬼の弱点といえばもう一つ有名な話があるだろう。あ、桃太郎ね。でも鬼ヶ島の鬼ってスイカなの？テーマ曲がおとぎの国の鬼ヶ島だしそうなんじゃないか。で、桃太郎一行には金属性要素が大量に含まれていてな。その金属性パーティーにやられた鬼は金属性なんじゃないかって説だ。そんなに金属性要素があるの？そうだな。まず桃はイカで金属性、キビ団子のキビは五穀で金属性、猿、キジ取り、犬は全員十二支で金属性だ。属性で染めて弱点をついたのかもしれないってことね。適当に動物に餌付けしてたのかと思ったらなかなか狡猾ね。ここまで金属性が揃っているとやっぱ鬼は金属性だったのかなって考え方だな。まあ赤鬼と青鬼で属性が違うなんてこともあるらしいがな。なるほどね。まあ個人的に判断するとスイカは金属性かしら。鬼ヶ島の鬼はきっと別の鬼だったのよ。
まあこれ以上深く考えてもしょうがないな。でも多分遊戯や河川も金属製あたりだと思うぜ。長くなったが次行くぜ。次はチェントランだな。この二人は猫とキツネ？十二支にもいなかったと思うけど何属性なのか想像もつかないわ。一応受け物という括りで見れば木属性ということになるんだが、チェントランは式神の方で元の獣とは違うからな。じゃあ何属性なの？式神として見るなら水に弱いっていう特性を見るのがいいな。なんか根拠として違う感じがするんだけど、水に弱いってことは火属性ってことね。まあ、これだけだと式神は全部火属性になっちゃうからな。ただ主人のゆかりが公式設定で土属性ってことを考えると。火属性は土属性を強めるってことね。確かに少し納得できてきたわ。ちなみにキツネは御用で言うと土属性として見る説が有力だ。なんでも毛の色が土を象徴してるとかなんとか。じゃあ九尾のキツネと合わせて土か火属性ってとこなのかしらね。そう考えてもいいかもな。何かをサポートするから丸属性ってのは面白いわね。確か私とマリサも組んだ時、最強の二人になれるかもって言ったのは、マリサがサポートスレイブの時だったわね。そうだな。私が水属性で木属性のレイムをサポートしてたな。他にもそういう関係のキャラっていないの？そうだな。じゃあ次はモコウとマミゾウだ。確か完全領域異変の時に意外なコンビで登場して意気投合してたわね。ケイネとヌエが泣いてるわ。ケイネとヌエは置いといて、まずモコウなんだがこいつは予想通り火属性だな。フェニックスがスザクみたいなもんだし、火をよく使っているしね。でもそれだけだと安易に判定しちゃダメなんでしょ？そうだな。モコウはゲーム中で私と組んだ時に、私の火とお前の火はどうやら別の火みたいだな。組んでも火力が上がらん。これでは意味がない。と発言してるぜ。これは私の火が見た目は火でも水属性を無理やり火にしたものだったから出てきたセリフだな。モコウは自分の火が普通の火属性だと分かっていないとこのセリフは出てこなそうね。そういうことだな。だからモコウは火属性だと思うぜ。火属性って散るのとかもそうなんだけど、なんか活発で明るいイメージがあるのよね。モコウってそんなキャラだったかしら？性格と御用の属性は少なからず関係していることだと思うが、モコウは本質の部分では明るいキャラだと思うぞ。話をすれば楽しそうに聞いてくれるみたいだし。そうだったのね。まあ、いくら明るいキャラでもモコウみたいな人生を歩んでいたら暗くなるのも仕方ないわね。まあ、そうだな。で、サポートの相性の話だったわね。モコウが火属性で、それと相性が良かったマミゾウは木属性か土属性ってことかしら？そう考えられるな。完全領域異変の時はモコウがサポートスレイブって感じだったから土属性の可能性は高いな。でもさっきも言ったけど獣は木属性なのよね？十分考えられるな。姿を変えられるマミゾウに当てはまりそうな顔の要素も木属性に含まれているぜ。ああ、よく葉っぱを変化させてるもんね。これは木属性か土属性半々ってとこかしら。微妙なところだな。そういえば十二支が属性判別の材料になるのよね。東方のキャラで十二支の生き物って他にもいたかしら。何人かいるな。例えばウサギだな。デートか冷戦ね。ウサギで一括りにするわけじゃないけど、あいつらは何属性なの？ウサギは木属性だな。竹林にいるし、五感では目が木属性だし、薬なんかも木属性に関連してるからいいんじゃないか？これ以上判断材料がないから仕方ないわね。他にはネズミだな。ナズリンね。ネズミは何属性なの？水属性だな。私と同じだぜ。泥棒ネズミね。そんなことないぜ。ナズリンの実は臆病なところとか水属性っぽい感じがするわよね。そういえば仲間にトラがいたわね。トラ丸ショーな。トラは木属性だ。同じ木属性なのになんであっちにはお宝が集まってくるのかしら。納得いかないわね。普通に能力の違いだろ。あとは何かいるかしら？犬だな。昨夜のことね。アウンのことだ。アウンは狛犬と獅子の二つの性質を持つから一概に犬だけとは言えないがな。
って、犬は何属性なの？桃太郎の時も言ったが金属性だ。やっぱり昨夜は犬じゃない。じゃあ、もう犬でいいぜ。昨夜もアウンも金属性だな。あとは鶏かしら？タカだな。これも桃太郎で言ったが鳥は金属性だ。なんか金属性の私と相性悪い金属性の奴ら多すぎない？鬼巫女ってことだろ。失礼ね。白霊神社は鬼ヶ島じゃないわ。十二支はこれくらいかな。強いて言えば行くとかは竜宮の使いだから立つとして金属性とも見れるな。めんどくさがりなところが私と似てるわね。雷も金属性に分類されるからあり得るかもな。十二支以外の判断材料だとあとは誰がいるのかしら？そうだな、パチュリーによるとアンデッドは火に弱いことが明かされているぜ。アンデッドって言うと？パチュリーがユユコに面と向かっていたからユユコのことだな。亡霊には火が有効ということね。ということは火に弱いユユコは金属性ってこと？パチュリーの通説がユユコに当てはまれば金属性ってことになるな。他には金属性要素ってないの？採用あやかしを封印しているところとかかな。一応採用あやかしも木だし、それに強い金属性のユユコが封印しているって考えるとしっくりくるな。なるほどね。アンデッドってユユコみたいな亡霊だけなのかしら？ヨシカとかアンデッドそのものって感じだけどね。その辺はわからないな。ただ少なくともヨウムは公式設定で金属性だな。そういえばムラサとかってどうなの？幽霊だし金属性？水のイメージが強いからな、水か金だと思うがわからないぜ。あとは、誰の属性がわかりそうなのかしら？そうだな。天使とかかな。天使は何属性なの？多分金属性だな。出たわね金属性。天使は天人だから八家の天に対応する金属性が妥当って感じだな。あと桃太郎の桃が金属性だ。武器も剣だし、要石は硬いものとして見ると金属性かもね。でもなんかイメージ的には月属性って感じもするんだけど。天人になる前は天使じゃなくて地子だったからな。名は体を表すなら土属性だった可能性はあるな。地震って言うと土のイメージが強いんだけどね。あとはニトリなんかは原作のセリフ的に水属性だな。水属性は玄武で甲羅を持つ生き物だからカッパと合いそうだな。ニトリはわかりやすくていいわね。あとはサナエなんだがこいつは何の属性なのか判断しかねるぜ。なんで？サナエの能力が地震の能力なのかかな、小安はこの力を借りているのかわからないんだ。ああ、荒人神としてなら自分の能力、巫女としてならかな、小安はこの力を借りているということね。なんとなく金属性のイメージなんだけどな。なんで？風のイメージが強いのとコチヤって名前、緑と青は金属性の色だからかな。青って水属性の色じゃないのね。水属性の色は黒だ。私にぴったりだな。誰かの力を借りているやつはわからないわね。そうだな。そういえば今回の動画は一つの属性を当てはめてきたけど全員が一つに当てはまるとは限らないのよね。私とかは適性と違う属性の魔法も使っているからな。適性があるだけで適性とは違う属性の技も使えるし、一番適性ってだけで多少は他の属性も使えると思うぞ。じゃあ全部の属性を使ったりすることもできるの？それが当てはまるのは多分、パチュリーとフトだな。パチュリーは分かってたけどフトもそうなの？能力的にはな。フトの能力は風水を操る程度の能力だ。そのまま受け取るなら御用思想は風水の基礎の一つだから扱えると思うぜ。そうだったのね。でも適性はあるのよね？多分フトの適性は火属性だろうな。性格的にも技的にも合うぜ。確かにそうね。よし、今回はここまでだ。他にもリリーホワイトとか紹介しきれなかったキャラもいるから考察してみると面白いぜ。御用思想は思ったよりも奥が深いわね。私たちの生活の一部も節分とか土用の丑の日とかみたいに御用思想に基づいて決められているものがあるかもしれないわね。ぜひ探してみてくれ。